それじゃあ東京外大行ってみたいと思います。今日は課長分は文装入問題合計8問ありますので、これを全て行ってみたいと思います。で、解き方なんですが、まずこの下の例をご覧くださいね。まあ、空所に入るもの、それを選択肢の中から選んでください。で、皆さん選択肢はもしこう並んでいたら、皆さんはどれを選びますかといった時に、皆さん空所の前後を皆さんは見るはずです。で、空所の上にミスター矢田さんとはありますので、空所には A を入れるはずですよね。ですから我々がやるべきことと言われたら、こちらご覧くださいね。空所の前後とで、正解だと思う選択肢を眺めて、ニアリーイコール、つまり委員会を成立させてるはずですよね。ですから本部のミスター矢田で、選択肢の矢田っち、これが言い換え可能だなと思うから、選択肢の A を選ぶはずですよね。ですから東京外大の文装入門でも同じような解き方ですからね。ではそれを意識して頑張っていきましょう。さみさん、説問の指示の一読をお願いします。さみさん、続いてこちらの指示の一読もお願いします。さみさん、第一段落一読をしていただいて、で、この下線部一番のところですね。で、そこに選択肢の A、B、今は皆さん選択肢2つしか見えていないですが、まずはそれがこちらに入るかどうか検討をお願いします。で、皆さん、下線部の直前でございますが、このあたりの言い換えがありますよね。もちろん選択肢の B のここですよね。で、皆さん、対照的な表現もしっかり言い換えられております。そして皆さん、フランス語と英語の言い換えもここですよね。ですから下線部1番、こちらに入る正解は B ということでよろしいかと思います。さみさん、続いての段落でございます。今度は下線部2番ですね。で、ここに入る選択肢、今見えているのは A と C ですが、ひとまず検討をお願いします。で、おそらく言い換えられる表現はなかったかと思います。ですので、続きの選択肢をご覧いただきますね。さみさん、続いての選択肢でございますが、検討をお願いします。さみさん、こちらの表現の言い換えがありますよね。もちろん選択肢の D の Government、 そして皆さん本文のこのあたり、皆さん B 同士がイタリック体になっておりますので、強調されてますよね。で、皆さん、それに対してということで対比関係が成り立っております。そうです、選択肢の D の方ではかろうじてという話になってますよね。ですから対比関係が成立して、なおかつ言い換えがありますよね。ですから正解は D ということでよろしいかと思います。で、皆さん、続いて第3段落でございます。まずは一読していただいて、さっきに空所3番ですね。で、そこに入れる選択肢をまずは A と C 検討をお願いします。で、おそらくこの段階で A と C は入らないんじゃないか。皆さん、念のため残りの選択肢もお見せいたしますね。さあ、皆さん、選択肢は I までなんですが、皆さん、これで検討をお願いします。皆さん、おそらく空所の左が Dies Out、 その絶滅する話が選択肢 I のこの辺りですね。もちろん2箇所目もこれでございます。どうやら I に言い換えがありそうですので、全てをお見せいたしますね。さあ、皆さん、選択肢の I を一番上に持ってきました。これで最終確認をお願いします。皆さん、先ほど検討した通りでよろしいですね。言語が証明する話でいけるかと思います。つまり言い換え可能でございますので、 I が正解ということでよろしいかと思います。さあ、皆さん、続いて空所4番でございます。まずは選択肢の A と C、 こちらの検討をお願いします。皆さん、下線部の左がね、 sadly、 まあ、つまり悲しい話ですね。で、皆さん、選択肢の C の文末に悲しい話が書いてますよね。そうです、言語が永遠になくなってしまうと。そして先ほどの空所3番ですね、それを考える際にヒントにした dies out、 そうです、言語がなくなってしまう話、それの言い換えがここにあるとも考えられますよね。ですので、こちらの4番、正解は C ということでよろしいかと思います。さあ、皆さん、次の段落でございます。下線部はこちらですからね。
サミさん、選択肢はまずは A と E、 こちらで検討をお願いします。サミさん、このあたりがヒントになりそうですね。今日と比べて2倍の言語が存在していたという様子が伺えます。ですから、過去から現在に至るまで莫大な数の言語、それが存在したと考えられます。で、その内容が選択肢の E のこのあたりに言い換えられてますよね。トータルで100万の言語の半分、つまり50万ぐらい存在したと書いてますね。ですから、こちらと言い換え可能。よって正解は E ということでよろしいかと思います。さあ、続いての段落でございます。こちら下線部6番ですね。で、それに入れる選択肢を今見えている3つ。で、皆さん、この選択肢の G の後に H という選択肢が1つ残っております。つまり残ってる選択肢は合計4つ。で、その中からまずこの3つですね、それが当てはまるかどうか検討をお願いします。皆さん、念のためこの後選択肢の H をお見せいたしますね。サミさん、選択肢の H を一番上に持ってきました。こちらで再検討をお願いします。サミさん、下線部の直後のこのあたりですね、言語が異なっている様子、それと言い換えられる選択肢が見つかりましたね。そうです、選択肢 H ですね。どれほど異なっているのか。ですから、言い換え可能でございますので、正解は H ということでよろしいかと思います。さあ、皆さん、最終段落でございます。で、皆さん、この第6段落が長いので、まずは前半で、皆さん、ここに空章7番ありますからね、まずはこの前半だけご覧いただいて、で、皆さん、選択肢も残り3つですからね、検討していただけるとよろしいかと思います。さあ、皆さん、このあたりがまずヒントになりそうですね。単語の語順に制限があると書いてますね。ですが、空所の直前に皆さん、その単語の語順に関して多様であると、そういう話がさらにヒントをくれますよね。そうです、選択肢の F でいけそうですね。こちらは単語の語順がフリーであると。ですから、制限があるものもあればフリーなものもありますよ。まさにそのあたりが多様ということですね。ですから、言い換えバッチリでございますので、正解は F ということでよろしいかと思います。サミさん、第6段落後半でございます。まずは一読をお願いします。サミさん、この後画面をずらして選択肢をお見せいたしますね。サミさん、残りの選択肢は2つだけでございます。検討をお願いします。皆さん、このあたりと選択肢の G つながってきそうですね。そして、選択肢の一番最後、Giant Words という表現がこれに当たるんでしょうね。ですから、しっかり言い換えられておりますので、正解は G ということでよろしいかと思います。サミさん、お疲れ様でございました。ご覧いただいた通り、言い換えを成立させる、これに専念していただけると解けそうですね。で、もちろん皆さん、東京外での過去問で練習をするかと思いますが、早稲田の文学部や文化構想学部ですね、ここにも皆さん文装入問題ございますので、こちらも合わせて参考なさっていただけるとよろしいかと思います。ということで、スクリーンショットする方はどうぞ。では、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。